尊敬に足る人だと思っていたわ。3年前あの事故が起こるまでは。またなんか3年前の事故がなんかターニングポイントになっとるわ。何やったんや結局3年前に。お前ディスクロニアクロノスオルタネイト行くか。だったら管理局よし。管理局ってどっちやったっけこっちだ。恩師、美人だからな。ようやくまじまじと見える時が来たかなって俺はちょっと興奮してますけどね。上の階か。あ、こっちか。こう行き先にはこういうピン立ててくれとおけん助かるわ。何階これ。本部かな。どれどれ。あ、こっちはね本部。よし、あ、来た。おったー。そうだな、さすが局長、おいの美人なんだ。間にまた入れるかな。その間にちょっとモブと話してみるか。市民のためメイドの汚染が止まらない。早く犯人を見つけないと。めっちゃモブおるな、もう見たら。博士の家の事件があらかた終わったみたいだよ。心苦しいけど、このメンタル汚染が収まるまで市民は外出禁止なの。調子はどうだ。拡張部でユースティスに会うと驚くよ。死んだ博士と同じ姿をしてるだろう。自分を生み出した人物への敬愛の証なのかもしれないが。ああ、見た見た。あ、黒リミット、あれ、こんな明らかにどうでも良さそうなところに、関係なさそうなところに、断層でこれ。カロリーメイトの方が気になるけどな、これ。カロリーメイトっていうかさ、一本満足みたいなやつ。フリーエナジー、マスタード、マスタード味これでマスタードか。どう、あんま俺は好きじゃなさそう。銃弾？なんでこんなもの持ってるんだ。銃弾やな。あー、これ銃弾に対してちゃんとリリーが目を追いかけてくるよって感じが。こんなん見えるんじゃ。銃弾、大の記憶やこれこれ覗いたとして大の記憶やねんって話じゃん。たまたま見つけたけんちょっと見てみるけど。え、何これ。アッシュ待ってよ。アッシュ、あ、これ、え、アッシュの銃、アッシュなん。し、そこ覗いてみろよ。これって僕嫌だよ。春、もう帰ろう。こう見たら春とノエルって割と年離れとんか。今朝ここに流れ着いたのを一番に見つけたんだ。ほら。まさかアッシュ絡みとは思わんかったわ。博士に知らせなきゃ。ほーら、お前が連れてくるから面倒なことになったぞ。僕も知らせた方がいいと思うよ。この年で武器を持つことは罪に問われる。そうだったよね。おい、大丈夫だって。こんな銃使えるはずないだろう。ただ外のものを持っていたいだけなんだ。外のもの？どういうことそれ。しかしまさかこれ俺アッシュ出てくるか。アッシュ戦出てくるんかい。アッシュ、
これを局に置いておくのはさすがに不用心だな。確かにな。亜種戦の席だったんこれ。いろいろ探索しおったらこんな細かいこれも気づけるもんやな。お疲れ様。局長が戻ってきたおかげで重苦しい雰囲気から解放されたわ。ムードメーカーなんか。落ち着かないんだ。30年ぶりの殺人事件、最後に起こったのは私が生まれる前だ。うん、そうよな。30年だったら。捜査は順調。博士の家に行っていたベータたちが帰ってきたみたい。こんな感じで。あー、局長みたいな席座ってるわこの人。あ、局長の机にもこの一本満足のやつある。来たわね。ゆっくり食事することもできるのかな。君にお礼を言うことになるなんて。ありがとう。君のおかげで監視から解放されたわ。いえいえ、あなたみたいな美人のためだったら僕どれだけでも働きますので。当然のことをしただけです。僕は局長に助けられたんだから。そうなら恩返しやなこれって。今この都市は危険な状況にある。でも君ならきっと解決できるわ。君が能力を示すことできっと変異体たちの立場が変えられる。そうでしょうか。さて教えて、君は誰がこの事件の犯人だと思った？見てしまったけんな過去。あの人結局名前は分からんけど、事件現場から逃走して行方知れずの人物がいます。ああ、ケース遠崎の所持物から記憶を読みました。何ですって？そうなんだよ。局長はあの人が犯人だと？そうね、状況からはそうとしか考えられない。君も調べて分かったと思うけど、あの研究室の入室管理は厳重よ。うん。3時に博士が入室、その後8時にケース遠崎が入るまで研究室のドアは開いてない。入室記録が改ざんされた形跡もないわ。どうなんだろうな。それでも何かあったって考えるべきなのか。確かさ、これ登場人物紹介に載っとったことなんですけどね、ナイフ持っとって博士殺人ことを殺したであろう、あの白髪の女性ね、あれ人間じゃないみたいなんですよ。アンドロイドとか書いとったけどな、登場人物の紹介欄。人間じゃないからこの入室記録に記されないみたいなことがあるんじゃないかなって俺思っとんやけど。君が言う通り、他の人物がラムファード博士を殺害したとして、うん、どうやって中に入ったというの？それが別に普通に入ったよ。別に普通に入ったけど人間じゃないから別にカウントされませんでしたみたいな感じじゃないかなって。まだわかりません。だけど僕はあの人の記憶を見た。確かに嘘をついていたけど、あの人は博士を殺していません。そうか、これをどうやって証明するかっていうのがこのゲームのノウハウなんやな。あの人がラボを訪れた時、博士はすでに死んでいました。君が嘘をつくとは思っていない。だけど変異体の能力による証言には証拠能力がないの。そうなんですよね。君が見た過去の記憶を裏付ける客観的な証拠が必要よ。出てくるかな。集団メンタルが荒れているの。ユースティスは早く事件にケリをつけたがっている。ああ、彼にとって重要なのは正解を導き出すことではないの。ああ、市民を落ち着かせることって感じかな。この都市の眠りを守れるかよ。そうですよね。が見つからなくても疑わしい人物がいれば拘束して予定通り明日審問を開始するでしょう。うん。もう一度現場を調べ直します。あの現場には絶対に僕らが見落としているものがある。きっと君でなければ見つけられない証拠があるわ。お、局長への疑いはまだ完全に晴れてない。でも捜査を続ければきっと疑いを晴らせるはずだ。よっしゃ、恩師への恩返しや。これは気持ちいい。
何か大事な情報が聞けるかもしれない。いくつか質問させてください。あ、質問タイム入った。何でも聞いてちょうだい。じゃあバスサイズいくつですか。どれどれ。あ、結構聞けるで。訪問理由。ああ、そういや、この人も博士の家に行っとったもんな。事件の前夜、博士を訪ねた理由は何だったんですか。管理局の用事だったわ。うん。近々拡張部のシステムにアップデートが入る予定があるの。そうなんじゃ。アップデートはユースティスの権限だけで実行できるのだけど、うん、ラムファード博士に話を通すのは筋でしょ。まあそうやな。拡張部とカイロスの基盤を作ったのは彼なのだから。まあね。その首のギザギザっていう首は何でしょう。すごい気になるね。パネルの話も出てきた。局長が博士の家を訪ねた時、ラボの入室管理パネルは破壊されていませんでしたか。なんかその写真気になるんやけど、ちょっと後で見てみよう。ええ、注意して見なかったけれど、壊れていたら気づいたはずよ。他に聞きたいことは。当日の行動。事件当日の0時から10時の間、どこで何を。ラムファード博士の家を出た後は局に戻ったわ。うん。それから監視がつくまで拡張部を観察する局員と一緒にいたわ。ああ。答えになっているかしら。そしてケース遠ざき知っとんかな。面識あるんかな。ホテルに滞在中の旅行者の情報は管理局にありますか。ケース遠ざき AT。 あ、東方からの旅行者ね。オーグメンテッド東京ちゃん。これアウトデスの時にも出てきて、コインで情報出てきたけどさ、オーグメンテッド東京今でもあるんかって感じやな。君が子供の頃保護されたのもそのあたりだったかしら。よく覚えていません。ごめんなさい。そうだったわね。滞在許可はちゃんとあるわ。都市代表からの身分保証もね。なんか異分子ってわけじゃないんじゃ。でもなんだい。でもって決まりですか。ただの旅人がこの都市を訪問するために都市代表が口添えするなんて少しおかしいと思わない。ああ、一般なのにみたいな。現時点では彼が犯人の可能性が高い。それがユースティスの判断よ。まあ客観的に見ればそうか。なんでそこまでさ、バックアップをもらえるだけの行動になっとんって話やもんな。彼についてはまだわからないことも多いの。引き続き捜査を続けて。どういう立場の人なんだろうな、ケース遠ざき。で、口論の話。口論しよったな、そういや。博士と口論になった理由は何だったんですか。何ですか。博士がセクハラ発言でもしたんですか。君には話しづらい内容ね。3年前の話を蒸し返されたのよ。私が研究の邪魔をしたってね。あの人はたくさんの変異体を被験体にして研究を重ねるうちに彼らを感情のない道具のように扱うようになってしまった。都市の外で変異体を迫害する人たちと同じ。いいえ、もっとひどいわね。博士の研究はこの都市の暗部だわ。そんなにかい。なんなんだろうな、博士って聞くいい人なんか悪い人なんか分からんようになってくるで、そんなこと言われたら。関係。局長から見てラムファード博士はどんな人物でしたか。あの人についてなら本当は君たちの方が詳しいはずなのに。ごめんなさいね、記憶なくなってるんです。君たち変異体よ。3年前まで一緒に暮らしていたと言ってもいいくらい。ラムファード博士は言われのない迫害を受けた変異体の庇護者であり、彼らを危険な実験に巻き込んだ冷酷な研究者。複雑な多面性を持つ。私から見た博士は、自分の理念に忠実なシンプルな人物よ。そうなのか。そして夢を返したメンタリングで人の心に平等と平和を。おかげでこの都市は
12年前のナイトフォールの時ですら揺らがず、うん、暴動も虐殺も起こらなかった。なんかだろうな。尊敬に足る人だと思っていたわ。3年前あの事故が起こるまでは。またなんか3年前の事故がなんかターニングポイントになってるわ。何やったんや結局3年前に。お前3年前のことがなければみんなさいい人だって言うんやろ。あの3年前の実験には局長も参加していましたよね。ええ、管理局からの立ち会い人としてごめんなさい。あの時私が博士を止められていれば。止めれる立場におったんじゃ。君が記憶をなくすこともあの子が昏睡状態になることもなかったのに。重要な人物であることは間違いないんやけどな。どうも3年前の話がさ、まだようわからんところあるんやな。自分との関係。3年前の実験のことをもう少し教えてもらえますか。そうだよな、それを教えてもらんかったらさ、先に進めそうな気がせえへん。君たちの能力を拡張具に取り込むことを目的としていた。それ言おったな、なんか。君たちの能力を拡張具のシステムで再現することができれば、ノーマルも流暢線に耐性を得られると博士は仮説を立てていたの。ガンダムでいうオールドタイプをニュータイプみたいにすることができるみたいな。仮説の妥当性を認めていたわ。はいはい。あの人の実験の目的は多分別のところにあったのだと思う。意識のない君たちに必要のない薬物投与を続けた結果、能力が暴走、量が多すぎたって言おったもんな、薬物の。そしてあの事故が起こってしまった。博士の本当の実験の目的は分からないわね。ラムファード博士はあの実験の少し前から人が変わってしまったみたいだった。あー、やっぱその実験がきっかけで博士は優しかったのにみたいな感じのところあるんじゃ。何が追い込んだんだろうな、博士のこと。そんな、なんかあるんやな、博士を追い込んだなんかの理由が。引き続き捜査をお願いね。マットサイズは。あ。どうしてここに。マスタードアジだ。アッシュの他にもこの味に手を出す人いたんだな。てかアッシュが来とったじゃん。てか俺アッシュをアッシュを追いかけてさ、その青い女性が気になってアッシュのことを追いかけてこっち来たんやけど俺。知らない人の部屋にいたずらしちゃめなのよ。ごもともですね。アッシュおらんかな。でもなんでここだけこんな感じでプライベートルームなんとかみたいなのあるんだろう。来ることはあるんか。おっおったいたわー、アッシュ戦操作外れて来ちゃった。そんなところで何してるんだ。何してんだろほんまに。え、怪しい目撃情報があるから見張ってるんだよ。おっ、それはまたどうして。そんなこと言ってもリリーはごまかされないのよ。アーシュバタバタさせる。いやいや、リリーをごまかすのは簡単だろ。ちょろいらしいわ。昔ネズミは30メートルの巨大生物って言ったら信じて怖がってたしなあ。かわいいね。それはアッシュがリリーのライブラリーを改ざんしてたの。バタ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 だ。情報を持っていそうだ。聞きたいことがあるんだ。ワイド、え、結構重要なところだったんこれ。捜査には協力しないとな。博士の話を聞かせてくれ。アッシュは博士と関わりはあったんだっけ。何度か話したことはあるけど、お前ほど関わりはないな。ちょっとは話したことあるんじゃ。3年前の実験の後は表に出てくることもほとんどなかったしな。うん。当日の行動。俺は夜勤だったんだ。0時から明け方まで管理局で拡張部のモニタリングをしてたよ。うん。夜勤とかあるんやな。疲れてたみたいで途中で眠っちゃってたな。明け方って何時まで。8時だな。事件の知らせが届いて9時近くに管理局を出たはずだ。じゃあもう後手だったんやな。当時者っていう感じじゃなくて
不審者。あのオレンジの髪の人か。美人だったな。いや、パッと見はそうでもないんだが。アッシュが言ってるのは、あの白衣の女の人だろうな。そっちか。え、そっちなんじゃ。結局捕まえられたの？いや、怪しいと思ったけど。あ、そっちっていうか。勘違いだったみたいでさ。ん？ただの都市に不慣れな旅行者だったみたいだ。あ、あのオレンジの髪の人よな。とりあえず不慣れな旅行者って話で終わったんじゃ。あ、でもこっちも使い戦だったらさ、撃たれずに済んだけんな。野蛮な行為してこんかったけんな。ちゃんと話せば分かる人っていう感じになっとったんやな、足としても。パネルの話。博士の家で気になることがあったんだ。ラボの入室管理パネルが破壊されていたんだけど、発見者が博士の遺体を目撃したときは壊れていなかったはずなんだ。ああ。つまり、遺体発見から捜査開始までの短時間で、誰かが破壊したってことか。見られると都合の悪いやつが壊したって考えるのが自然だな。そうだな。あと白い花の話。博士の遺体に散っていた白い花、見覚えはある？いや、見たことない花だな。突然変異種か。アーカイブにないってことは都市の外のものかもしれない。あの博士が研究してたってことは何か訳ありなんだろう。なんなんだろうな。変異体に何か影響を及ぼす系の何かがあったんかな。アッシュの目撃情報。アッシュの目撃情報でよく見かけるって聞いたけど。いや、これ関係ある。ここは景色も綺麗だし、飯もうまいだろ。だからここにはよく女の人を連れてきてるなの。お見通しなのよ。その女の人ちょっと見てみたいんやけど。てか、それを見に来ここに来たつもりやのにさ、ワイドさ、聞き込み調査みたいになっとるもん。よくわかったな。隠しもせんのか、お前は。その女性ってどこ？話せるのはこれくらいだな。他の人にも話を聞いてみろよ。はい。で、女性の話は？そんなところで何？誰だ？あ、ここ、ケイスさんの部屋だったんじゃ。なんかイベント入った。お前のところでイベント入った。ピンポンダッシュみたいになっとれないよ、お前。ピンポンダッシュみたいになっとれないよ、お前、これ。気づかれたらまずい状況だとか。はーい。はーい。ピンポンダッシュしちゃったわ。最悪ピンポンダッシュしちゃったんやけど、お前。これは。これは。なんか重要な方を見てしまった。これは。お前かい。いろんな町にいろいろコイン隠しまくったお前かい。春に思い出してほしくて、あのコインに願っていたことを大切な気持ちだったと思うから。ああ。
僕がこのコインに願っていたこと。レジスタンス。ハトロックスかな、これ確か。アウトデスの頃にあった。なんかえらい歴史がなんか間違って伝わってきとる感じになってるけど。